モトローライクル10-000シリーズの基本ゲート回路図エミッタ結合論理は単一入力のバイポーラトランジスタ、作動増幅回路を駆使して高速性を実現した論理回路の実現方式の一つで汎用ロジック IC ファミリーもあるエミッタ電流を制限することでトランジスタが飽和することを防ぎベース領域のキャリア蓄積をさせないため高速性を保つ エミッターを結合した体の二つの足の間で電流を操るため、リクルをカレント、ステアリングロジック、カレント、モードロジック、カレント、スイッチエミッター、フォロワーロジックと呼ぶこともある。リクルではトランジスタを非飽和領域内で動作させ、入出力電圧の L を、ハイの差は小さく、入力インピーダンスが高く、出力抵抗は低い。 結果としてトランジスタは素早く状態性にでき、ゲート遅延が小さく、ファンアウト能力が高い。さらに出力が相補的であるために余分なインバータを挿入する。必要がなく、回路全体の電波遅延も短縮できる。イクルの欠点は、常に電流が流れ続けるため電力消費が大きく、発熱量も多いという点である。エミッタ結合論理と、等価な回路をフェットで構成したものを、 ソース結合フェット論理と呼ぶ、イクルの変種として、すべての信号経路やゲート入力が、作動型となっているものがあり、DCS 論理と呼ぶ、ユクの、電流スイッチ。1955年頃イクルは1956年8月、IBM の反応ネースユクが発明した、当初カレント、ステアリングロジックと呼ばれ、ストレッチ、IBM7090。 IBM 7094で使われた。1960年代中頃から1990年代にかけてのイクルは入力弾として作動増幅回路を使って論理演算を行い、その後にエミッタフォロワーで出力の電圧レベルが入力と同等になるよう駆動するという構成だったが、イクルの元になったユクの電流スイッチは作動増幅回路のみで構成されていた。 入出力レベルを合わせるため、二つの相方的なバージョン、つまり NPN 版と PNP 版が使われていた。すなわち NPN の出力を PNP の入力としたり、その逆にしたりという使い方である。問題は、複数の電源電圧を必要とする点であり、PNP と NPN の両方のトランジスタが必須だった。モトローラは1962年。 最初のデジタル集積回路シリーズメキル I をリリースした。イクルの欠点から、その利用は、性能の高さが最重要な用途に限定される。IBM のエッサ390ファミリのエンタープライズシステム9000シリーズなどかつてのハイエンドのメインフレームや、クレイマイナス1をはじめとするスーパーコンピュータは、イクルを採用していた。今では、シーモスなどの進歩によって、 イクルの利用は減っている。例えば、メインフレームで最も遅くまでイクルを使っていたメーカーの一つである日立の場合、1999年発表の MP6000 では ACE2 と同社が呼んでいる CMOS とイクル併用の LSI を使っており、2001年発表の AP8000 では全 CMOS に移行した。専門家の中には、 将来ガリウムヒ素素子などが広く使われるようになれば、イクルが再び使われるようになると予測するものもいるが、格子欠陥の少ない結晶を製造することができないという問題があり、シリコンより効果でもある。ガリウムヒ素は未来の半導体と長年言われながら普及は進んでいない。モトローラのメキルに基づく典型的イクル回路を表した図。T5 は、 前段のイクルゲートの出力トランジスタであり、OR、ノアゲートの入力トランジスタ T1 に論理信号を入力している。もう一つの入力は T2 であり、出力は Y と Y である。同じ回路の動作を表す。追加の図として、入力が LO 電圧の時の図、遷移中の図、入力が配電圧の時の図がある。イクルは読みっ結合体に基づいており、 渦の背景が赤い部分がそれに当たる。その体の左半分には並列接続された二つのトランジスタ T1 と T2 があり、ノア論理を実装している。その右のトランジスタ T3 のベース電圧は電圧源につながっていて常に一定であり、その電圧源は分圧回路に温度による変化を保証するダイオードを加えて構成されている。渦にはないが、 ここにバッファリング用エミッタフォロワーがある場合もある。従って T3 のエミッタ電圧は相対的にあまり変化しない。結果として共通エミッタ抵抗 RE が電流源のように振る舞う。コレクタ負荷抵抗 RC1 と RC3 の出力電圧は反転したものとそうでないものがあり、エミッタフォロワー T4 と T5 のベースに入力されて増幅され出力される。 出力エミッタ抵抗 RE4 と RE5 はすべてのイクル実装に存在するわけではない。場合によっては50オームの抵抗器を入力トランジスタのベースとマイナス2ボルトの電源の間に挟んでエミッタ抵抗とすることもある。以下ではイクル回路の動作を解説するが T1 のベースに入力電圧が印加され T2 の入力は使われていないか常に論理レベルが0だとする。 状態遷移中、回路中各部のエミッタ結合体は、単一入力の作動増幅回路として働く。ロングテールの電流源が、体の2つの足に流れる電流の総量を設定する。2つの足の間で流れる電流を共有することで、入力電圧はトランジスタに流れる電流を制御することになり、スイッチングポイント付近でない時は、電流が片側に全て流れる、要制御する。 利得は最終的な状態よりも高く、回路は素早く切り替える。入力電圧が低い場合、または入力電圧が高い場合、作動増幅回路が駆動される。一方のトランジスタはオフになり、もう一方が線形領域でエミッタ抵抗のあるエミッタ設置回路として動作して全電流を引き受け、オフになったトランジスタに電流が流れなくなる。動作中のトランジスタには、 比較的高い抵抗 RE が負荷となり、重要な負期間がかかる。動作中のトランジスタが飽和すると飽和状態からの回復に時間がかかって、論理遅延を引き起こす。そこで飽和を防ぐため、エミッタとコレクタの抵抗は、最大入力電圧の時にトランジスタにかかる電圧がいくらか残るように選択する。残余利得は低い。この回路は入力電圧の変動に左右されず、 トランジスタは常に線形領域で動作する。一連の不機関のため入力インピーダンスは高い。オフになったトランジスタは入力と出力の間の接続を絶ため、入力電圧は出力電圧に影響を及ぼさない。ベースマイナスエミッタ接合が遮断されているため、この場合も入力抵抗は高い。イクルのその他の特徴として、スイッチングの状態がどうであっても電流のレベルが あまり変化しないという点が挙げられる。すなわち、イクルでは他の電流のレベルの変化が激しい論理素子に比べてスイッチングノイズが比較的小さい。ルーではスイッチングが激しく発生するため、そういった意味でもイクルは CMOS などに比較して高速動作が可能となる。また、暗号の分野では差分電力解析などのサイドチャネル攻撃に比較的強い。 スイッチングにかかる遅延時間は1ナノ秒未満であり、そのため長年にわたって、イクルが最も高速な論理素子とされてきた。イクル回路は一般に、負の電源電圧を必要とし、電源の負の端子が設置される他の論理素子とは対照的である。これは電源供給の変化の影響を低減するためであり、イクルは VCC のノイズに敏感で、B のノイズには比較的強い。 設置された線がシステム内で最も電圧が安定するため、イクルは正の側を設置するよう指定されている。このようにすると電源電圧が変化してもコレクタ抵抗での電圧効果は少ししか変化しない。コレクタ抵抗は直接設置されているので出力電圧も少ししか変化しない。電源の負の側を設置するとコレクタ抵抗は 電源の性の側に接続されることになる。コレクタ抵抗による電圧効果はその場合もほとんど変化しないので、出力電圧は電源電圧の変化に伴って変化し、二つの回路部品は低電流、レベルシフターとして振る舞うことになる。この場合、R1、R2 の分圧回路が電圧変動をある程度保証する。性の電源には高い低電圧を背景として出力電圧が わずかに変動するというもう一つ欠点がある。負の電源電圧を使うもう一つの理由として、出力と設置の間で回路が短絡する故障が、発生した時に出力トランジスタを守るという面もある。供給電圧は保証用ダイオード D1 と D2 に十分な電流が流れるよう設定し、同時に共通エミッタ抵抗 r るの電圧効果が適切な値になるよう設定する。 一般に出回っているイクル回路は論理レベルも他の論理素子とは異なる。したがって他の TTL などとイクルを結合するにはインターフェース回路が必要となる。イクルではハイレベルとローレベルの差が他の素子よりも小さくノイズマージンが小さい。IBM は自社製のイクルを自社製品に使っており、その減塩規格は一般市場に出回っているものとは 定格が異なるペックルはマイナス5トではなく 5V の正の電圧供給を受けるよう新たに開発された。ルベプクルは電源電圧を3 3トに下げて電力消費を抑えたペックルである。ペックルとルベプクルは作動信号システムであり、主に高速な回路やクロック分配回路に使われている論理レベル。ありがとうございます。